誰がレイドさんやねん。はいどうも、原先生の今後の作り方のキングダム研究所のリキです。お久しぶりでございます。2日間投稿をお休みしてたんですけども、その間リキは何をしてたのかというと、東京に行ったりとか、あとは家族で七五三を過ごしたりしてたんですよね。今まで毎日投稿をやったものが、急にですね、投稿が途絶えてしまうと、ちょっと不気味に思われる方がいるかもしれないんですけども、そういう風な理由がありました。それで言うとですね、今のキングダムの世界でも、リキの日常以上に不気味な国があるんじゃないかっていうお話でございます。というわけで今回の動画では、趙が不気味すぎる漢滅亡に李牧が絡む説っていう動画を撮っていこうと思います。今回の動画はですね、これちょっと考えすぎちゃうかっていう視点もあるんですけども、もしこれガチでそうなったら今後の中華えぐいことになりますってお話でございますね。一体ですね、趙が不気味な理由、どういうところが不気味なのか、また今後中華漢滅亡どういう風になっていくのか気になるという方はですね、ぜひこの動画を最後まで見ていってください。それでは行ってみましょう。バー韓国館で力と飲めるのは毎月22日だけ。楽しい。まずはですね、現状の振り返りから入っていこうと思うんですけども、現状はですね、ついに秦軍16万と韓軍19万人がですね、永定平原っていうだだっ広い、もう何の特徴もないただただ荒野に集まって、今から戦争をやりましょうかっていう状態になってるんですよね。で、ここからですね、19万対16万でドンパチ普通に戦うのか、それこそですね、楽和館と唐が一騎打ちすんのか、寧姫がコビーみたいな感じで止めに入んのかっていうのはね、これわからないんですけども、とにかく戦争する州がプン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 漂っております。で、819話でですね、とある注目の描写が描かれたんですよね。それは何かというと、これ戦争が始まるよっていう状況になった時にですね、毎度恒例の他の国々はどういう風に思ってんのかっていうこの描写でございますよ。それこそ815話ではですね、もちろんね、直接被害がかかる可能性が高い趙と魏が中心に描かれたんですけども、それ以外のですね、宋、鄭、燕っていうこのね、荒くれ国家たちはですね、謎にサイレント描写で描かれてしまったわけでございますね。その中でもですね、特に力がこのリアクション注目具合で、ちょっと不気味さを感じてしまった国がですね、趙なわけですよ。で、まずはですね、この動画では、一体ですね、趙のどこの描写が不気味やったのかっていうのを解説しようと思います。力がですね、815話で感じた、超不気味すぎひんかって思った描写は2つあるんですよね。まず1つ目がですね、李牧の現在地でございますよ。これは一体どういうことかというと、皆さん815話で、李牧だけ別の場所にいたん気づきました？っていうのはですね、春水樹とか、バナンジーとか、海寧とか、不定とか、いつも李牧の所属で飯食ってる仲良しメンバーの人たちいるじゃないですか。彼らはですね、李牧の本拠地である武安城にいたんですよね。武安城で、俺たち他の国のために血流さなあかんのかとか、他の国の戦争に首突っ込まなあかんのかとか、いろんなことを言うてたわけなんですけども、この場にですね、李牧はいなかったわけですよ。じゃあ李牧は一体どこにいんのかっつったら、これ義安城でございます。義安城といえばですね、北のラウドボイスでおなじみの円韓右王が、生まれ育って、そこで多分高校ぐらいまで過ごしたあのお城でございますよ。で、今はですね、一回大学で上京して簡単とかで暮らしたけども、やっぱり地元が好きやという理由で義安に戻って、今は義安城で城主やらせてもらってますって、あの円韓さんが、過ごしている城に、李牧だけ謎にソロでいるっていう状況なんですよ。これめちゃめちゃ不思議やと思いません？今までのキングダムの描写を見ててもですね、他のね、この仲良し側近たちは、李牧についていくのが、通例と言いますか、今までの流れやったわけですよ。それこそですね、李牧が、義安の戦いが始まる直前に、義安っていうフィールドがどんなもんか見に行こう言うて、行ってきますって言った時にはですね、何もやることがないのにもかかわらず、絶対お荷物になるやんって決めてかかってるカイネちゃんもですね、李牧様ついていきます言うて行くぐらい、基本的に李牧を一人にさせてはならぬっていう共通認識が、側近メンバーの中にはあるわけでございますね。やのに今回、李牧だけがソロ活動で義安城に行ったと。これは何らかの意図があるんちゃうかなって思ってます。そして、二つ目の不気味描写なんですけども、こちらはですね、趙宰相との密約でございますね。今回ですね、岳家軍が、足止めをするためにですね、趙軍のこの援軍を漢に生かさへんために、だだっ広い荒野にですね、こう張ってるっていう状況なんですけども、李牧からの指示は何やったかというと、もしも永定平原を秦軍が撃破して、秦帝攻め本格的に始まったら、お前ら頑張れよっていう、こういう風な指示を与えてるわけですよ。それまでは、黙って見とけ、ステイしとけって話なわけですね。そしてその次に、趙軍が行くっていうことを、もう実は趙宰相と裏で話してますっていう風な描写があったわけですよ。おい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 と。趙宰相。趙が援軍、趙宰相のこの趙宰相と、趙宰相って言ったら趙の宰相みたいになるけども、漢の趙宰相ね。これコメントでも来てたわけですよ。リキさんこれ趙宰相じゃなくて漢の宰相ちゃいますかっていう。いや、ちゃうねんと。漢の宰相が趙宰相っていう名前やねんと。めちゃめちゃややこしいんですけども、まあ、趙宰相、漢の趙宰相が、李牧とも裏で話し合ってて、マジでやばなったら俺ら助けに行ってあげるからねって言うてる。で、さらに言うと、行く時に黄河を渡るための船、あんたらのとこで用意しといてねっていうところまでですね、話はもう決めてあるわけですよ。やのにもかかわらず、趙宰相、秦軍が攻めてきます、東軍来ます、飛信隊来ますってわちゃわちゃってなってた時に、大丈夫やぞみんなと、趙がいずれ助けに来てくれるから、俺らは粘り勝とうぜみたいな、そういうアプローチもできたのにもかかわらず、こういうことは一切言わずに、密約を交わしていると。ちょっと怪しいですよね。どういうことなんだと。ほうほうほうと。まあ、力的にはですね、この趙宰相と裏で話交わしてますみたいなのは、それほど深い意味はないんちゃうかなって思ってるんですけども、まあ、もしかするとあるかもしれないよねっていう。で、この動画のケツとして、まとめとしてですね、この、李牧だけ別の場所にいるよ、趙宰相と密約してるよ、これをぐるんって回して今後の展開を予想するとですね、まあ、史実によると、紀元前230年から231年ぐらいの間にですね、趙国の北部大近辺で大地震が起きるそうなんです。で、今現在、李牧だけセパレートして義安城にいるということは、もしかすると、李牧だけソロで被災する可能性があるんちゃうかなって思ってます。李牧が被災するとどうなるか、もちろんですね、今まで武安城に対して、李牧の指示をずっと受けて、李牧の指示だけ受けて、その指示通りに動いてたらいけた指示待ち人間たちが、指示もらえなくなってしまうわけですよ。ってなった時に動けません。李牧からの指示が来ない。なんか李牧被災されたらしいですよ。飼い犬が涙流しながら李牧様を助けに行く言うけども、不定たちとかにガシッ止められて、お前が今行って何ができんねんみたいな。別に被災してても私何もでやることないんですけどみたいなこともいろいろありながら、まあ、そんなのはいいわ。とにかくですね、李牧が大ピンチになる、李牧が生死不明の状態になる、お仲間たちが機能しなくなる、漢に対して援軍出せなくなる、それを盲点がうまくですね、錯綜させてですね、武功を上げるみたいな流れになって、まあ、この動画の冒頭でも言った通りですね、李牧が漢滅亡に絡むんじゃないかってお話をしましたが、直接絡むんじゃなくて、被災することによって、あの日義安にいてしまったことによって、地震を食らってしまい、身動きが取れなくなり、指示を出せなくなり、結果、漢滅亡の一条で、趙宰相としてもですね、李牧さん援軍くれる言うてたやんと、いやなんか李牧さん被災したらしいですよ、いやほんまでっかみたいなことになって、滅んでいくっていう流れになるんちゃうかなって思います。まあちょっとね、こう、まあ救済期間中ってこともあって、ゴリゴリ強引な動画を撮ってみたんですけども、ぜひですね、皆さんの意見、感想はコメント欄に書いていってください。このようにですね、キングダム研究所では最新話のお話であったりとか、過去のランキング考察もやっておりますので、興味があるという方はですね、ぜひこの動画以外の動画もですね、洗いざらい見てほしいなと思っております。というわけで今回の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。